サーダトゥラーハーン2世は、南インドのカルナータカ大主ムハンマド・サイードとも呼ばれる。1742年10月13日、カルナータカ大主サフダル・アリーハーンはいとこ、ムルタザー・アリーハーンに殺害された。ムルタザー・アリーハーンは、自身が、カルナータカ大主であると宣言した。しかし、その幼い息子であるサーダトゥラーハーンは何を逃れ。 マドラスのイギリス東インド会社の支持を得て、サーアダ・トゥラー・ハーン2世として大衆意を占した。同時に、デカン地方のニザーム王国も彼の正当性を支持し、カルナー・タカ地方政権の領土に、不評20万と、騎兵8万の軍を送った。1743年3月、ニザーム軍は、首都アルコットを占領し、ムルタザー・アリーハーンを退け、 サーダトゥラーハーン2世を即位させた。彼は幼少であったので、ホージャー・アブトゥラーハーンが後献役としてニザームに任命された。ニザーム王国はカルナータカにおける権力を確立しようと、ティルチラーパリのマラーター勢力を包囲し、8月29日にこれを占領した。1744年3月、サーダトゥラーハーン2世の後献役であった。 ホージャブドゥラーハーンが暗殺され、同月28日にアンワール・ティン・ハーンが新たな貢献役となった。そして、同年7月4日にサーダ・トゥッター・ハーン2世も暗殺され、アンワール・ティン・ハーンがニザームにより、新大使に任命された。こうして、カルナ・ータカ大使はナワーヤとアサに代わり、アンワーリー・アアサが世襲するところとなった。これに激怒したのが、 ナワーヤとケのチャンダー、サーヒブだった。彼は、サーダトゥラーハーン二世の義理のおじで、ドーストアリーハーンの娘婿である自分こそが、新大衆にふさわしいと思っていた。これにより、ナワーヤとアサトアンワーリーアーサトの対立が生じる、こととなり、第二次カーナティック戦争勃発の原因の一つとなった。ありがとうございます。